全国の三崎ファンの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。まさか6メートル飛んじゃう？飛んじゃうの？飛びます。飛んじゃうの？飛びます。 OK、 じゃあ、まあ春やから攻める時期に入ってきてるけど、でも攻め方間違うと怪我しちゃうから、ちょっとステップアップするために、キッカーをステップアップするために必要なことをちょっと教えるんで、ちょっと皆さんも一緒に、皆さんも一緒にはちょっと欲しいな。スピードも出さなあかんし、その分あの飛んでいってしまうリスク、飛びすぎないリスクとかいろいろあるから、やっぱり怪我につながりやすい、うん、それも踏まえてそのキッカーのアイテムのチェックの仕方を教えるんで、それを絶対守って皆さんステップアップしてください。 OK？ はい。何その返事。はい。可愛い子ぶってる？ぶってないよ。あ、ぶってない、ぶってない、ぶってない、大丈夫。みさきちゃんが挑戦するのはこのキッカー、 6m キッカー。横から見たらこんな感じ。ああやってほら入ってる人、今から入る人のスピードをまず見る。飛ばんのかーい。まず今スタート地点に来ました。スタート地点に。でみんなスタート地点こっからずーっと直下っていいところまで行ってる。直下って、こう、そう、直下、直下って飛ぶ。こっからほら、あの人見て、あの人見て、あの人見て、こっから直下って。でもそんな走れへんから、あれぐらい、あれぐらい、よし、 OK。 ここ、ここスタート地点覚えといて。ここね、ここで、はい、で、はい、こっちで、この端っこ今、はい、座って、座って、ここほら、あそこ今、今一人スタートしました、はい、スタートしました。ずっと直下ってます、ずっと直下ってます、ずっと直下ってます、ずっと直下ってます。で、ここ走らんくてちょっとデコ。オッケー。はい。だから、あれ、あそこから、直下るのが怖くて、切っちゃうと、切るってあのターンをずらしちゃうと、スピード足らんくて、あ、落ちるんか。全然落ちちゃうから。おー！よし、勝つー！そう。だから、あそこから絶対に直下ること。はい。新しいキッカーに挑戦するときは絶対に横から人のジャンプを見てチェックをする、はい、どう？できそう？できそう。絶対嘘やん。めっちゃビビってるやん。できそう。めっちゃビビってるやん。やってみないことに分からない。まあ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 ね、まあね、まあね。じゃあ次、あそこからスタートして、スタート台から、スタート地点からスタートして、一回、じゃ、リップ飛ばずに、ここ横を通り過ぎる。はい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 。横を通り過ぎる。よし、いけるよ、いけるよ。いけるよ。うん、いける。全然スピード出えへんから。大丈夫。いけるよ。OK？ よし。OK、じゃあまず、俺が、こっから直下って飛ぶから、それを、ちょっと後ろからついてきて、左を飛んで。オッケー。左側を飛ぶんじゃない、左を飛ぶんじゃない、左を通る、はい、リップの左を、はい、よし、せーのって言ったらもうそのままジャンプしてスタート、はい、オッケー、せーの、スタート。このままね、このまま頑張って、低い姿勢のまま左側行ってね、リップの、どう今の、え、俺の後ろ進んでたけど、俺よりスピードが遅かった。遅かった。あ、遅かった。俺デコってそれよりスピード遅いんやったらもうほんまに届かへん。いや、板から行っても膝言わす可能性もあるし、それこそほんまにちょっと変な落ち方したら骨折で済んだらいい方になる。いや、そのためのチェックやから、やめる勇気も大切。
やめる勇気も大切。いや、飛びたい気持ちはわかる、飛びたい気持ちはわかるねんけど、やめる勇気も大切。そうそう、結局チェックしてあかん、あかんそうやなと思って行って怪我したらもうチェックの意味ないし、わかる。めちゃめちゃ落ち込むやん、めちゃめちゃ落ち込むやん。せっかくやけどやめよう、やめよう。行くの、行くの、一回行く、一回行く、一回行く、オッケー。じゃあ一回だけ行こう。いたからは行ってな、いたからは、マジでいたからは行ってな、オッケー。いたからはもうそれだけはもうほんまにお願いします。はい、おテント様お願いします。お願いします。みさきちゃんの日頃の行いどうですか。よろしいです。はい、じゃあ多分怪我はしないと思うんで頑張ってください。はい、いくよ、せーの、いく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 、エッジに乗らない、あ、これね、これね、ちょっと難易度高いかも。さっきより難易度高い。そう、今のはもうリップより手前アプローチ、うん、その滑ってる段階から龍安っていうの巻かれててめちゃくちゃカリカリになってたから、さっきのとこから直下ったらめちゃめちゃ飛びすぎてた。いやー難しいよ。いや飛び慣れてるからスピード感覚は分かるから、うん、その調整、ブレーキかけながら調整できるけど、多分それはできへんから、もうちょっと緩むのを待とう、うん、逆にあの走らんくてちょうどいいと思う、うんうん、緊張、緊張、緊張、もう俺の後ろそのままついてきて飛ぼう、いくよ、はい、よし、はい、立って、立って、頑張れ、いくよ、せーの、いくよ、せーの、そのままついてきて、時間ずらさない、うわー、怖い、怖い、どう、どう、いける、いける、今のちょっとデコったん分かる、分かった、で、ちょっと前に突っ込んでたから、あ、いやもうめっちゃ怖い、俺楽しくない、怖かった、めちゃめちゃ怖かった。よし、じゃあそのままもう一回行こう、行きましょう、行こう、ちょっとビビって切っちゃいましたね、はい、姉さん、はい、次はもうほんまについてきて、ちょっと怖いと思うけどスピードが速くて、で絶対に後ろ姿勢にならない、もうほんまにちっちゃいキッカーと飛び方一緒、抜け回ってリップから足がなくなったらふわっふわっふわっ、 OK? はい、いいですか、つま先ね、つま先で、体伸びきらない、はい、いくよ、はい、せーの、ここからちょっと軽くね、オッケー、ナイス、イエーイ、ナイス、よかった、ちょっとまだちょっと前に突っ込んでた、ちょっと前に突っ込んでた、まあまあまあ、でもでもオッケー、オッケー、イエーイ、いや今のいい、今のいいよ、今のめっちゃよかった、いやーナイスジャンプ、ナイスジャンプで、そう、ちゃんとしたスピードでアプローチしたら絶対大丈夫やから、あと、あと、いつも言ってるように早抜けしないとか、いろ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 意識したら、あの 6m も飛べるようになってくるねんけど、油断したら行かれるから、行けるやろみたいな感じで集中切れて慣れた頃にいつも絶対やられるから、毎回絶対スピードどんなもんかなっていうのはチェックして飛んで、はい、OK、 はい、では視聴者さんに一言、
え、誰でも6メートル飛べる。スノーボード舐めてる舐めてる。